シンアラビアヤワは,は、ロバート・ルイス・スティーブンソンが1877年から1880年に、かけて雑誌に発表した作品をまとめて、1882年に、チャット・オ・アンド・ウィンダスより刊行された2巻からなる、イギリスの短編集。スティーブンソンの諸女作も含まれており、この中の数編は、イギリス短編小説の伝統の先駆となったのみならず、彼の最高傑作であるとみなす、 評論家もいる。第1巻は、当初は、レーター、デイ・アラビアン・ナイツと題されていた、1878年の6月から10月にかけて、ロンドンマガジンに連載された7つの短編からなり、自殺クラブの3編、ラージャのダイヤモンドの4編の2部構成になっている。当時のヨーロッパを舞台としているが、あたかもアラビア人による原作を紹介しているような体裁を取っている。 前編を通して、ボヘミアのフロリゼル王子がストーリーに絡む。自殺クラブは、秘密組織をめぐる物語、ラージャのダイヤモンドは、世界で6番目と歌われるダイヤモンドをめぐる物語である。第2巻は、すでに雑誌で発表されていた4編の独立した短編を集めたものである。フロリゼル王子も登場せず、アラビア人の原作者がいるという趣向もない。そのため近年では、 1> 第1巻のみを、シン・アラビアヤワとみなすという考え方が、多数派となっている。タイトルはスティーブンソンが愛読していた、千代人よ物語に由来する。1880年代に、リチャード・フランシス・バートンとジョン・ペインによる、アラビアン・ナイトの待望の英訳本が刊行された、ことも、シン・アラビアヤワが注目を集め、人気を博した要因となった。 フロリゼル王子とジェラルディーン大佐のロンドンとパリでの活躍はアラビアンナイトで夜のバグダットの塔お忍びでバッコするハールーンアイコールラシードと復讐の大祭祀に見立てたものである。第一巻の主役であるボヘミアのフロリゼル王子の名はウィリアム・シェイクスピアの冬物語でシシリア王女パーディタと結ばれる同盟の登場人物から取られている。 推理作家のエラリー・クイーンは、次戦による推理小説アンソロジー、クイーンの定員に、クリームタルトを持った若者の話を加えており、HQR すべての評価を与えている。1977年から1983年まで、カリフォルニア州サンフランシスコで実際に活動していた、秘密結社、スーサイドクラブは、自殺クラブからインスピレーションを得ている。 ただしメンバーは自殺願望とは無縁で、その代わりに、気楽ないたずらに熱中していた。人よの宿は、スティーブンソンの少女作である。1890年、アーサー・コナン・ドイルは、臨海老期譚を、スティーブンソンの才能の最高到達点であり、世界一の短編小説だと位置づけている。バリー・メニコフは、1987年の著書で、シン・アラビアヤワが、 イギリスの短編小説の歴史の原点であるとの考えを示した。ギルバート・ケース・チェスタートンは、シン・アラビア・ヤワをスティーブンソンの最高傑作と主張するつもりはないが、最もユニークな作品と位置づけることは可能だと記した。シン・アラビア・ヤワには、続、シン・アラビア・ヤワ爆弾魔という続編がある。夫人であるファニーとの合作で、実際にスティーブンソンの手になるものは、 短編のゼロの爆弾魔の話だけだという。フロリゼル王子と刑事の冒険のラストで、フロリゼル王子は外遊三昧がたたって、ボヘミアの王座を追われてしまい、ロンドン人男前なタバコ天使となったのだが、続編でもそのままタバコ天使として登場する。自殺クラブは数多く映像化、舞台化されている。以下は映画作品のみを挙げている。ラージャのダイヤモンド、 臨海老期譚、人世の宿、マレトロア邸の扉前日のように近年は第一巻目のみを新アラビアヤワとする傾向になっており、このタイトルの役所はほとんど第一巻のみを収録。ありがとうございます。